今日午前8時半ごろ、札幌西区宮の沢1条4丁目の国道5号線で、小樽方向に向かっていた乗用車が対向車線にはみ出し、前から来た乗用車と正面衝突、さらにその後ろの乗用車も巻き込みました。この事故で対向車線にはみ出した車を運転していた70代から80代とみられる高齢の男性が心肺停止の状態で病院に搬送されました。警察は男性が病気で意識を失った可能性も含め、事故の詳しい原因を調べています。